対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがバシャギャラナット、テティフ、ランドロス、アーゴヨンということで、ランドから展開してきそうな気はしますね。こっちは月光が先発はなかなかありか。ただ月光がになっとりゃ後投げされる展開はもう美味しくないんですが、まあ月光が初手でいいでしょう。月光サンダーまで確定かな。これでいくとバシャーモが多少重たいんですが、ガブを入れるかどうかという話もある。ガブはな、ギャラに隙見せるとは言ってもガンプー連打みたいなことができるし悪くはないか。うん、月光サンダーガブリアスで行ってみますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。ちょっと今回のパーティー一応なんかやりたいことは考えて組んできたんですけど、あんまりうまくまとまらなかったんで、ちょっと対戦しながら調整していきたいですね。ちなみにこのガブリアスと月光河とサンダーっていうのは一応今回の軸になるポケモンです。ランドロス、はい、何ランドかは知りませんが、こちらはスカーフ月光河なんでめちゃめちゃ速いです。ただ陽気なんですよね。この攻撃技が3個物理型だったんで、まあ無邪気よりか陽気かなと思ってレイビー採用なんですけど陽気にしてきましたね。マンダとかはこれでも倒せるらしいんですが、ですけど、あの直帰ランドは落ちないような気もしたら、突っ張ってくるってことはスカーフかさ、タスキガンプのやつだろ。勝った、トンボ帰り。ん、硬くねえかこれ直帰。でもこれ飼育やった人に落ちてるよな。なんで突っ張ってきたんだろう、わかんねえけど、まあいいや。スカーフではないですね多分。テテフ、はい、スカーフなのか、それかスカーフ耐久振りとか。いやそんなことはないでしょ。ラストが分かんないからな、月光がまだ残したいですね。だから滝登りでこだわったらだいぶ有利取れるから、ここは一旦ガブリアス。スカーフテテフなのかもしれませんね。ここ多分ムーフォ飛んでくるんだよな、あのガオガエンを考えると。だから本当はガブリアスばっかも良くないんですけど、まあ仕方がないですよね。まあこれは一応助け一発耐えられるんで、まあ、これでスカーフかどうかが一応分かりますね。ここが下がってので、ここはタスキが一番嫌なんでガンプでもしときますか。まあスカーフでもこっちの月光河の方が早いのでそんな問題ないんですけど、あんま美味しくないは美味しくない。こだわる技がダストになっちゃうからな。引いてきた、ランドか。ああなるほど、岩石の気持ち。ランドこれ倒す意味はあんまないな、きっちり打たなきゃいけないしね。だからステルスロック巻いておきますか。一応助け持ち警戒プラス月光河の全抜きを狙うみたいな感じで、ラストも多分アーゴ4だと思うんだけどな。ちょっとやっぱうまく回ってないですねサイクルが。ガブサンダー月光河はあんま変えたくない。とラティアハスタムと組ませたいっていうのがあったんですけど、ガオガインがちょっと微妙だったかもな。あとガブの方はちょっと要検討ですね。ステロ任せたいと思ってあのタスキ型にしてきたんですけど、ドラゴン Z もちょっと惜しいなと思ってるんですよね。まあ、あとは月光河か。月光河もまあちょっとねまだ要検討。ステロ巻いてくるとかないよね。ガンプー、はい、それは構わない。ここは月光河から入るでしょ。まあ敵兵を考えるとダストとかを押したい場面でもありますが、さすがに厳しいのは滝登りへ。まあ、これひるませるために採用してきた技なので、制約ひるませて突破を狙う。陽気エースなんで、あの滝登りの火力はまあまあありますね。テテフが突破できるかっていうと怪しいけど、テテフビア高くないかな、どうなんだろう。ステロが入ったら落ちるとかないかな。
さすがに耐えそう感じですかね。ラスト次第なんだよな、正直。ラストがナットとかあったらサウンダーで詰められるっちゃ詰められるんですけど、ちょっとわかんないですね。ここで考えるか。いや、ランドが耐久的にスカーフの耐久じゃなかったから、こっちのスカーフはまだバレてないと思うんですよ。で滝の森で月光がランド突破してたら、その滝の森採用はさすがにバレそうですね。滝の森ってあんまり採用することないからな、月光がで。一応これはタイプ1の水技が欲しかったんですけど、まあ、今回 A 振りなんでね、他の技と火力がないということで滝登りにしてきました。まあ、ただスカーフとの相性はなかなかいいですね。上から叩いて沈みを狙っていけるので、そんなに相性悪くない。カプテテフ、はい、まあ、当然サンダーに引く余裕はないので、まあ、ダストでこだわっても仕方ないしね、相手のパーティーに対して。ここはもう殴るしかねえ。滝の森、まあこれ秀美もある技なんでね、まあ、それがメインで採用したところもあるかな。ひるませてやれ。まあ、ラストはアーゴヨン以外だったらサンダーは有利なんで、やっぱ全然足んないですね。よーし。まあこれをねちゃんと考えて採用してきた技なので、これは仕方ない。諦めてくれ相手の人も。これは仕方ないんだ、こういう技だから。ちょっとこの月光が使いづらいな。トンボ返りは悪くないと思うけど、ちょっと要検討ですねこの枠も。まあ今回はもうこれ強引に運で突破しにいってるかな。しかもこれ運が良くてなお勝てるか分かんないっていう状況ですからね。裏がバシャムだったら相手2家族じゃなきゃうちの月光が抜けないので、滝登り連打で大体勝ちですね。引いてきたアーゴヨンとかか。ああ、なるほどね。でもこれさ、一回引いてレイビーでこだわり直せばいい説ないか。テテフ、いや、まあテテフに対してレイビーはあんま通んないけど、まあ、ステロも入るしさすがに落ちると思うんですよね。うちの結構はスカーフなので、まあ、アーゴヨンがね一回 BB かけても抜くことはできないということで、だいぶ有利ではある。だがかなり強引な勝ち方になりそうなので、まあパーティーは何回も言ってますが要検討ですね。月光河の型とガブの持ち物かな。サンダーはまあここから変えようないんで。お、 Z か。うわ、まあそれ構わんぞ。サンダー耐えんの？全然余裕耐えてんじゃん、強えなこいつ。まあメガネ流星みたいな火力と思ったら耐えるかそりゃ。レボルチェンで、まあ、次はただ落ちますね、さすがに。ただ相手 BB してもこれ仕方ないからな。どうすんだろう。まあレイビー耐える機体か、ヘドロウェーブ。さすがにこの HP でヘドロウェーブは落ちますね。しかしサンダーめちゃめちゃ耐久力だったな。でビーストブースト、はい、素早さが上がった。もうこういうアゴイを仕留めるためのスカーフ月光がなんで、一応は機能してますね。まああんまりしっくりくる勝ち方じゃなかったけど、まあアウェイの耐久低いんで陽気レビーでも落ちるでしょう。やっぱ無邪気の方がいいかな。攻撃技3つだし、どうせまだ倒せるしってことで陽気レビーなんだけど、ちょっとここもいや、ここ最悪レイパンとかもありかもしれん。今って結構 D 高いポケモン多いから、テテフもそうなんですけどね、レイパンの方がいけるかもしれないな。ちょっとわかんないけど、開き直ってレイパンにするのはワンチャンありかもしれませんね。でも他にレイパン生きる相手っているかな。このこだわらなきゃいけない場面で多分レイパンの方がいいんですよね。まあ、このテティングさすがに落ちると思うけど、これが HP 黄色とかあったら怪しいんで、うん、レイパンはワンチャンありな気もしてきましたね。まあ、さすがにこの HP は直帰でもない限り飛ぶはずですが、で直帰はランドだと思うので、まあ、飛ぶでしょう。ということで対戦ありがとうございました。まあ、完全にズル勝ちですね。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがリザガブ、ボルト、ミミネッキュ、カグヤ、フェローチということで、これはスカーフ月光が刺さりそうですね。フェローチの上から相手がトンボするより早くトンボできるんで、
月光川ありありのあり。ミミッキュに対してもトンボからいろいろつないでいけるからな。まあ月光サンダーまでは確定か。ラストがガオガエンかなって気はするけど、どうだ、悪くはない。でもこれちょっとボルト重たいっちゃ重たいのかな。いや重たくもない。でもあれか、どっちかというとミミッキュが重たいか。ただここハッサムにしても結局ハッサム投げてもリザードンカグヤにいいよりされるだけなんで、ガオガエンでいくか。ゲコサンダーガオガエン、これでいきましょう。はい、では対戦よろしくお願いします。ちょっとミミッキュ重たいからな。うまいことサイクルの中でいけつけなきゃいけない。まあ、ただガオガエンの威嚇とかまあまあ生きるはず。フェローチェよし来たぞ。まあこの月光がフェローチェ対面、フェローチェ側は割とトンボ返り安定だったりするんですが、まあ先制技が痛いっちゃ痛いだろうけど、ここはそれよりも早くトンボ返りを決めていく。膝は多分ないと思うんですよね、タスキの可能性を考えると。これが高速月光がの強み。ただ一応ですが膝の可能性もゼロとは言えないので、ここはガオガエンではなくサンダーですね。レイビーは絶対ないんで、さすがにトンボ返りが残れて次が膝かな。さざめき、おっと中間卓、まあそれもただそれも大して入んない。次のレイビーも耐えるでしょう。これレイビー打ってくんのかな。打ってこないと思うけど、まあでもボルチェンにしときますか。熱風でもいいな。熱風にしとこう。ボルトに引かれると嫌なんで、ここボルトバックを考えた熱風の方がいいはず。あれですよね、オッケーで熱風、まあこんなもんですがとりあえずはいいでしょう。悪だくみが最悪ですが、ただの電気技だったら一応殴り合えなくはない。独特で電気 Z も多分耐えるはず、うちのサンダーだったら。身代わりはちょっと考慮してないですね。あとラストもちょっと考え中。まあ一応ここガブバックを考えると、メザ氷とかが飛んでくる可能性もありますが、悪だくみの場合ガオガエ投げちゃうと普通に突破されちゃうので、10万普通に来たか。それ多分半分いかないだろう。半分はいったな。弾かちょっと予想外の火力ですが、弾はちょっと厳しいっちゃ厳しいな。ただサンダーガブガエ残した方がいいはずだよね。うん、だからここは跳ねやすいね。10万これ飛ばされますね。弾はちょっと想定外の火力だった。まあしゃあねえ。ボルト自体は倒せるんで、でも、でここは結構でしょ。弾ボルトってすげえ久しぶりに見たな。あんま見るポケモンじゃないですかね。確かにボルトと弾って相性そんな悪くないけど、椅子が速くて、まあ、技範囲も広いんでね。XI の頃なんかは割とシーズン序盤の方は CS の化身ボルトは結構いましたね。化身玉ボルト、まあ、結構いましたね。で先残りでボルト突破と、でフェローチェも突破できますね。ミミッキュだったら一回ガオガエンかなって気がするけど、まあそうだな、フェローチェは多分格闘 Z なんだろうし、気合玉余計とかはあんま期待できないですね。かぐやか、かぐやは悪くねえぞ。一回ここ滝登りしますか。公害未公感が嫌なので、あとこれワンチャンヒデインを狙えるんでね。ヤドリギ普通に撃たれましたね。まあまあいいや。さあガオガエンでかぐや突破していいのかっていう。いやフェローチがC 上がるやつか S 上がるやつか分かんないんですよね。S が上がるやつだとすげえまずいんですが、まあ、C が上がるやつだなって感じなんだけど、で威嚇が入っての、じゃあドリゲーマー、これはいいでしょう。
S 多分負けてんだろうなこれ。まあでもフレアドライブ打っときますか普通に。まあ Z 切る必要は今んとこないんで、守る考えるんだったらありだけど、相手も炎 Z を考えると守るはやりづらいでしょ。まあこれはもう勝ち目があるのはあれぐらいです。まああの鍵を保たないギリギリまで削って結構から突破するっていうのが理想なんだけど、それ無理だよな。まあここで身代わりをしてきたらちょっと考えますが、多分無理だよなそれは。あ、守っていくのか。いやでもワンちゃん狙った方がいいか。いや一応もうなんだろう、フェローチが C 上がるやつだったらスカフゲコール上取って勝ちなんでいいんですけど、 S 上がるやつだとガオガイオン来てに加速されて負けちゃうんですよね。これ守るレンダー、いやこれでもワンちゃんかぐやが耐えてくれたらさ、いい感じになるんじゃないか。どうだろう。うわ微妙。しかもホモンか。いや HP 調整はちょっと現実的じゃないな。ここからだってちょうどよく傷技なんかないもんね。格闘にそもそも負ける可能性もあるから、それを考えたらさっさと殴った方がいいわ絶対。だよな。クレドラの反動で相打ちとかもまあ理想っちゃ理想ですが、待ってそれが理想か。あそうだな、ここリギラリアットでいいわ。は反動で相打ちになってで月光河で倒すのがいい。引いてきた嘘。ちょっとこれしくったか。ここで引いてくるのは全く予想してなかった。これさ落ちなくてさ負けるパターンじゃん。落ちねえ。あ待ってこれちょっと予想外だった。ここで引くのは全く考えてなかったですね。というのも相手フェローチ失ったら負けだと思ったんで、これあれか、フェローチが仕上がるやつなんだろうな。ちょっとやらかした感ありますね。え、これさざみ蹴ったらワンチャン耐えないか、ガオガエン。無理か。無理でしたね。これ多分仕上がるやつなんだろうな。あ、ですよね。だからか。なるほどね。これはちょっとな、型の読み違いですね。あの S が上がるやつだったら相手も死に出してフェローチ出してガオガエン倒せば勝ちっていうとだったんですけど、これ C 上がるやつだったんで相手からしたらどっかで読み決めなきゃ勝てないんですよね。だからそれを通してきた感じかな。あそれかあれか、ガオガエンを削りたかったのか。確かにフレアドライブでフェローチに対して HP 消耗させられたら格段にうまく守るとかされると普通に負けた可能性だったんで、相手からしたらこれが多分一番勝ち目濃かったんでしょうね。で僕側は多分あのさっきのところフェローチェに対してガオガエンがフレーズラ打ってても多分足んなかったんで、あの HP がね結局きつかったかもしれん。で待ってこれ無限にひるましたら勝てるかもしれんな。相手残飯じゃないから。どうだ、いけるか月光が。いけるぞ月光が。かわせかわせかわせ、くっそ。やるだけやるか。でも宿り気入ったとはいえさすがに滝登りのダメージの方が、いやでも無理か、これ守るがあるから無理だな。そうだね、無理ですね。降参しよう。さっきのとこプレミに思えたかもしれないですけど、多分あそこフレドラ決めてても多分負けてるんで、うちのガオガエンが鍵より多分遅いんですよね。まあ分かんないけどね、多分遅いので普通に守るされて殴られて終わりだと思うんですよね。だから結果は変わってないかな。対戦ありがとうございました。